はいどうも、ケイキューです。今日はですね、サガフロンティア、やっていきましょう。まあ、この画面ってことはね、最後の主人公をね、始めたいなと思います。エミリア、そしてロボ、クーン、ブルーアセルス、レッド、終わってます。で、再生リストもね、作ってあるので、まあ、クリアまでね、終わってますんで、まあ、気になる主人公いたらね、見てもらえたらなと思います。はい、それでは、俺の一押し、リュート、始めていきたいなと思います。まあ、いろいろ言わず、とりあえず、始めますか。さあ、自由なね、旅人、リュート編スタート。始まりの地はね、ここです。ヨークランド。まあ、他の主人公でもね、何回か来てます。まあ、よく来てます。早くしなさい。やっぱり心配だな、母ちゃん一人残していくのは。何一人前のことを言ってるの？あんたに心配されるほど年取っちゃいないよ。ちゃんと働くんだよ。そう、働けよ、リュート。うん。兄貴、本当に行っちまうのかい？サンダー、情けない声出すなよ。母ちゃんを頼むぜ。じゃあ、行ってくるぜ。さて、こうして旅立った一人の若者。母親は女で一つで彼を育ててきた。それなのに、こんな年になっても何もせずにブラブラ、スネークカジノのくせに、母親に迷惑ばかりかけている。それでもなぜか、近所の悪ガキどもには懐かれていた。そんな彼の名は、リュート。リュートは一年発起。母親の元を離れて、自家することを決意した？ちょっと最後まで読めんかった。はい。ですね。そして、まあ、まずちょっとこれやっとこうか。で、まあ、こっからもう、移動ね。まあ、こうやって自由に、まあ、できるんですが。はい。まずちょっとこっち行っとこう。あ、とりあえず敵と戦えるじゃん、みたいな。ね。で、ここはですね、他の主人公でも話したように、敵のランクがね、まあ、ちょっと強いんですよ、ここ。はい、まあ、開始、まあ、1分、2分くらいでね、全滅して、はい、この画面にね、戻されると。はい、それじゃあ儀式を終えたところで、始めていきましょう。はい、こっちですね、話しかけます。このシップの乗船は許可しない。許可しないって言われても、これに乗らなきゃどこにも行けんのよ。トリニティの借り切りだ。端っこの方でいいんだ。一人ぐらい乗れるだろう。ごちゃごちゃ言ってると逮捕するぞ。逮捕？俺が何したって言うんだい。どうした？トラブルか？知れ。いえ、なんでもありません。ほら、早く帰れ。シップに乗りたいのか？場所ある。乗りたまえ。親分の方が物分かりいいな。で、今指令ってね、出てきたやつは、モンドってやつです。エミリアに出てきてるやつね。乗せてもらえて助かりましたよ。私もヨークランドの出身だからね。ところで、このシップはどこへ行くんですか？マンハッタンだよ。で、今話があって、マンハッタンに着きます。で、今回ってか、まあ、これね、リュート編、まあ、一本目なんですが、ラストダンジョン手前までね、ストーリー進むことできます。いや、むしろね、ラストダンジョンに突入することもできます。まあ、勝てるか置いといてね。ただ、まあ、今回そこまで進めてさ、ラストダンジョン前まで進めて、じゃあ鍛えてきますねってさ、2本で動画終わっちゃいますんで。ま、それはしないです。他のね、主人公で見せてない、まあ、イベントとかね、まあ、その辺を見せていこうかなっていう風に考えてます。まあ、本当にね、リュート編はね、もう自由なんですよ。もうそのプレイヤー次第よ、どこのイベントを終わらせるかとか。はい、ちょっと懐かしいやつに話しかけます。ストーリーとは関係ないです。これ美味しいんだよ、本当だ。俺はリュート、田舎者だけどよろしく。僕はレオナルド、よろしく。まあ、この辺のレオナルドとかもね、マリーユニバースで来てくれたらいいよね。はい、そしてヒューズがいます。元司令と何を話した？いきなりなんだ？まるで警察みたいだぞ。察しがいいな。俺は IRPO のヒューズだ。ヨークランドからモンドと一緒にシップに乗ったろ？そうだぜ。あそこで乗せてもらわないと、見送ってくれた連中に格好はつかないしな。話がわかる人で助かったよ。話がわかる人？モンドという男は、切れるが冷たいとね、評判でな。話がわかる人なんて感想は初耳だ。
頭は切れる、だが冷たい、それがモンド。俺はそう感じたってことさ。俺はリュウとパトロールに世話になったらよろしくな。はい、っていう話聞けたりとかね。そしたらまずはね、まあ仲間ですかね。仲間をちょっと回収したいですね。はい、行きましょう。じゃあまずは、そうですね、まあドゥバンに行きましょうか。はい、まずはドゥバンに行ってね、まあここはちょっと見せたんでね、動画でね、まああのカードありますよね。とりあえずちょっとカードだけもらってきます。あー、石をもらっとく、石をもらっとこうか。はい、4つのルーンをね、尋ねさえ。これやってないもんね。ディスペアだけは、エミリア編でね。まあ、タンザーも、まあ、訓練とかで、まあ、見せてるんですが、まあ、またちょっと流線考えます。どこを動画で出すかはね。はい、そして、一応カードもね、もらっておきます。まあ、前回のブルー編でね、まあ術は結構使ったんでね、まあリュート編はそんなに術は使わんかな。うんですね、まあメンバー的にもそんなに使わないですね。はい、それでいきましょう。まあこの辺の術はね。そしてですね、まあまずは仲間を集めたいので、そうやね。あ、ヨークランド行きましょう。まず。はい、そしてね、もうね、ヨークランドに帰ってきました。寂しくなったんや、シャナやろ。で、サンダーにね、話しかけます。兄貴、どうしたサンダー、情けない声出して。その声は、兄貴、帰ってきただな。よかったよかった。いや、なかなか辛いもんだな。でも家には帰れないし。やっぱり俺も連れてってくれよ。頼むよ。オッケー。はい、これでね、相棒のサンダーが仲間になりました。まあ、このグランドヒットがね、まあ、かなり使いやすい。やっぱ、リュート編でね、サンダーを使おうと思ってましたんで、まあ、弟分ね。なんで、まあ、他の主人公では、まあ、使わなかったって感じですね。はい、そしてこれでね、まあ、空路に着くんですが、まあ、おなじみ、ちょっと骸骨だけ話しておきますね。はい、まあ、こいつね。こいつ。はい、そのとこはどこにいると。まあ、これであとはね、ゲンに話しかけて、まあ、ゲンを仲間にするという感じですね。で、次がですね、次、オーミに行きます。ちょっとストーリーですね。ラストダンジョン手前まで、進めちゃいます。はい、そしてオーミに着きました。まあここもね、何回も来てます。アセル戦でも来てますし、まあ訓編とかでもね来てると。はい、こいついます。戻ってきておくれ、愛してるんだ。で、今回話しかけたいのはね、こいつ、ちょっと誰の時か忘れたんですけどね、またリュート編で話しかけますんでみたいな話したやつですね。私はここの料理が好きでね、オーミに来た時にはいつも寄ってるのさ。ネルソンの味付けよりもあっさりしていてたくさん食べられるんだよ。へえ、ネルソンの人かい、初めて見たよ。普通の人間じゃないか。で、これリュート編だけ、会話が違います。あ、一度ね、うちの船に来てみなよと。びっくりするよと。艦長、お時間です。それじゃあね、ごちそうさま、いつも美味しいねと。で、まあ、うちの船にね、来てみないということなので、お邪魔しに行きましょう。はい、ネルソンに行きます。この、オーミネルソン館のね、この音楽もいいですよね。で、リュートの時だけね、こうやって、シップ内ね、まあ、動くことができる。はい、こいつも話しかけねえよね。こいつ話しかけれます。姉ちゃん何してるの。姉ちゃんではない、私はこの艦の一等パイロット、れっきとした士官だぞ。これは失礼しました、でありますです
適当やな、竜と。はい、で、進んで、ここにですね、さっきのやつがいます。この艦は独立戦闘任務艦、ビクトリア。艦隊行動が基本のネルソンでは異色の艦だ。現在、本艦はトリニティのある人物の行動を監視している。第二情報部、司令、モンドだ。君もよく知ってるだろう。モンドさんかい？ちょっとシップに乗せてもらっただけさ。知り合いってわけじゃない。そういう意味ではない。君の父上の意志を裏切ってトリニティへ葬った男のことだ。それ、何の話だよ。俺の父ちゃんがモンドさんと知り合いだったっていうのかい？本当に何も知らねえのかい？私はてっきり父上の志を継ぐために私に接触してきたのだと思っていたよ。父ちゃんの志って一体俺の父ちゃんは何をやってたんだ？反トリニティの活動家だったんだよ。そしてその活動の最中に新婚の奥さんを残して亡くなった。おいおい待ってくれよ。いくら能天気な俺でも今の話は。母ちゃんは何にも話してくれなかったしな。だいたい赤の他人の、まだ名前も聞いてねえや。艦長さんがなんでそんなことを知ってるんだい？ネルソンは小さなリージョンだ。巨大なトリニティに対抗していくためにはより多くのリージョンのより多くの人々の協力が必要だ。そのために情報収集をしているんだよ。いきなりそんな話をされてもいまいちピンとこないな。そうだろうね。話を戻そうか。本艦の任務は説明した通りモンドの監視。その監視中に彼が秘密裏に基地を建設しているのを発見した。本艦はいつでもそこに突入できる、体制を整えている。それじゃあ戦争だぜ。ネルソンはトリニティと戦争する気なのかい？戦争にはならない。モンドはその基地の存在をトリニティにも秘密にしている。彼個人の文字通りの秘密基地だ。一体何のために？彼は大きな野望を抱いているようだ。例えばトリニティ全体を一人で支配するようだ。そんな子供向けムービーの悪役みたいなことを本気で考える奴がいるかよ。話がマジだかシャレだか分かんなくなってきたぜ。突入はいつでも可能だ。君も参加する気になったら来てくれ。俺はそういう荒っぽいことは苦手だよ。ということでね、まあいろいろなんかちょっと話があったんですが、まあこれでね、実はラストダンジョンも行けます。話しかけるとこのモンド基地に突入する気になったかいと言われるんですが、これでやるぜにするともうこれ最終ダンジョンに入って、戻ってくることはできません。でここまで進めると、この艦長がね仲間になってるんですよ。でこれはね、あのリュート編にしか仲間にならないので、使います。最終メンバーです。でこれも最終メンバー3人揃いました。でもここからね、リュート編はもうラストダンジョン、もう入っちゃうということなので、ここでパーティーをね鍛えて、まあ準備ができたら、突入するっていう感じですかね。まあクールに行きます。なんでまあリュート編はさ、これでさ動画外でね、じゃあちょっと今日メンバーとりあえず集めてよ、で動画外で、じゃああと鍛えておきますっていう話にしたらもう次で終わっちゃうんですよ。次かその次、ラストダンジョンの、まあ、ボス手前までまあ行くとして、で次もボスまでっていう感じでね。まあそうはしないです。あのね、いろいろね、動画出していこうかなと思ってます。まあ、せっかく俺のね、一押し主人公ですから、これ。やっぱ竜と編楽しまないと。スクラップに行きます。まあおなじみの仲間を集めるって感じですかね。最後っていうかね、最終メンバーに使うつはここはいないです。もう他の主人公でね、このメンバーはもう使っちゃってるので、まああとロボとクーンとかはまあ主人公じゃないですか。なので、まあ使えないということで。で、話しかけます。まずはゲンから。あんたがゲンさんかい？あ、俺に言おうか、兄ちゃん。若津城への案内を頼む。若津、どこだそりゃ。あんたが若津出身なの知ってるんだ。剣のカードが欲しい。はい、まあここは一緒ですね。で、仲間になります。で、今回ちょっとメカもね、まあロボ T260 もね、仲間します。よし、俺に任しとけということで、仲間になります。まあここはね、話しかけないです。そしてですね、一応パーティー、まあ一応5人ね、揃いました。で、次はね、はい、行きます。
次クーロンに行って、まあ、次シュライクに行こうかなと思います。でとりあえず今回はここで終わりますかね。で装備はね整えておきます。はい、そしてシュライクに向かう。はい、ここですね。で久しぶりにねここに来て、さあこいつですね。はい、まあ久しぶりにちょっと仲間にしようかなということで使います。なのでとりあえずまあこのパーティーかな、まあ、このメンバーを使って、あとは最終メンバー2人、この3人は確定。今仲間にした、この3キャラは使わないです。最終メンバーでね、まあ途中ちょっと使うっていう感じかな。まあやっぱメカがね使いやすいんですよ、序盤はね。序盤っていうかまあラストも使いやすいけどね、多段切りでね俺の大好きな多段切りで。で適当にっていうかね、ちょっとまあこの辺の、はい、西洋の古墳とかねのアイテムあったじゃないですか。アイテム集めて空編でさ、仲間になりましたね、こう西洋がね。仲間になって、竜頭編だとね、ちょっと話は違うんですよ。まあ、てか、ね、クーンじゃないやつだと、話がちょっと違うんですよ、あっこ。で、まあ、その辺とかも見せつつ、あ、最後にちょっとこれだけやっとくか。まあ、せっかくシュライクに来たので、ね。ちょっと待って、反応するかね、この辺かな。いいね、いいね。でも、実物はもっといいんだ。よし、とるやん、リュウト。あ、ブルーの時はね、ちょっと見せてないんですけどね、ブルーはね、なんかね、興味ないな、みたいな。あ、確かそんな感じだったよね。はい、ということで、今回はここで終わりたいなと思います。まあ、リュウト編はこんな感じで、なんか自由に進めていこうかなと思ってます。一応、ストーリーはこれで終わりました。あとはラストダンジョンに行くだけ。ご視聴ありがとうございました。